Ja, und damit hallo liebe Leute, willkommen zum neuen Video von... Und damit hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von Dragon Ball Z Kakarot. Ja, im letzten Video haben wir das erste Mal gegen Cell gekämpft. Der ersten Stufe. Der ersten Entwicklung, wenn man das nennen kann. An den Spitzen. Sind wir auf dem Weg zu Vegeta und Trunks, die irgendwo trainieren. Guck mal, zwei machen wir die mal. Da steht Vegeta. Goku-san! Du da? Tokken no seika wa? Dame des. Chichi wa ore wo tada no yakkai mono to shika mite kurete masen. Sono chichi mo kono 3 kagan tada aa shite jitto tatte iru dake de. Sasuga Vegeta da. ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット。失せろ。そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ、Ein Jahr später. Ora, so gut ist die Geschichte gut, aber so ein Tag, ich kann jetzt gleich gar nicht mehr an der Tafel nehmen. Kiwisito. Joto da. Ore ni totte wa chodo ii. Aufstieg. Gottes Versteck da.父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、
なぜ俺にも修行を進める。俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。Da spielt wahrscheinlich entweder Trunks oder Vegeta. Atsui. Kuki mo usui shi. Juryoku mo nanbai mo aru. Sore ni nani mo nai.ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。はい。Da spiel ich jetzt Trunks.遠慮はいらん。行きます。これでやべえ。今日はディアイズはリッキーやべえ。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんなそれは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。Kommt wieder der Stolz des Saiyajin bei Vegeta raus. 俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。ピコロギーミステリアスモンスター B。おだ、ビフォーグナードロス verkackt。次はあの町を狙うとするか。だって色17号、18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。Super Power Protein, Silberkompass, Schickabano und Super Gipsbrot. Gipsbrot?
Ein Jahr später kommt Trunks als Vollkante raus. Und mit langen Haaren. Gucken, ob sie das jetzt vorziehen. ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者は数十万人とも言われており、世界中が…やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。ん？の。よ。人造人間対人造人間。進化するセルの恐怖。くそ。タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。ザコがいるようだな。まだセルの奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれない。ザコがいるようだ。あそこならいいだろ。やはり、ボーンにドンフリンだ。何も喋らなければ、今度こそ殺す。前のように簡単にはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき、俺だけで十分だ。閉めた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げん。行くぞ。ん、これは凄まじい火の塊だ。行くぞ。俺の火の塊がバレていない今なら何とかなるかもしれん。はぁ、うん、はじゃあ止まれ。偉そうなことを言ってくれるじゃん。さしてやっつけよ。
Boom. パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル。なんでエースアンファだ。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ。そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。
敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったら、このバカにするな。くそー。 Jetzt kämpfen beide gegen Cell. Das kann ja nichts werden. なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よっ、天津飯戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。Das war immer。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。Macht ja fast. なんなんだ、こいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。どういただこう。
こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。あ、逃げるぞ18号。まずいぞ。そしてウグラ、すまんなジョース、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度お前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。何をしている。早く逃げるんだ。はっ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 。Das macht eine gewisse Zeit und wieder platt gemacht. もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯。これです。さあ Leute, ich will mal sagen, dann beenden wir mal hier passend das Video. Schön, dass ihr Bock drauf hattet und mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre sehr cool, würde mich sehr drauf freuen. Oder abonniert mich am besten. Wäre genauso cool. Nur dann dürft ihr die Glocke nicht vergessen. So, dann werden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal dann im nächsten Video Cells zweiter Form entgegenstellen. Gucken wir mal, was ausrüsten können. Wahrscheinlich nicht viel. Wird wahrscheinlich nicht viel zu machen. Das endet dann erst in den Zeltspielen. Aber es dauert noch ein bisschen. Gut, dann werden wir ja sehen, was passiert. Was ist hier? Ne. Gut, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auch gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich wohl ganz cool, würde mich drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dann. Schönen Mittag.